はいどうもさっくんですえ。今回はこちらのえ加藤の115系のナノ鉄道この S3 編成と S16 かなのえ特別企画品のえ加工をいたしますえ。もう取り付けするパーツはすべて付けたんですけどもあと、ウガ色差ししたい部分それだけを え、追加して、え、完成としたいと思います。で、今回、色差しする部分は、え、ホロの、えー、密着する部分と、あとは、えー、ジャンパーホースですね。もう三つ並んでるジャンパーホース、これを、色差しして、えー、あとはもう一つ、何か追加できれば、何かを、 ちょっと追加して終了したいと思います。本当にあの色差して簡単な、えー、加工だけですんで、えー、その辺を、えー、ご覧いただけたらと思います。艶消しブラックは、えー、ミスターカラーのものです。ちょっと混ぜて。 ほんまにあの少量とは言わないですけど少なめにとってまずこの上からいきますもうがっつりじゃなくてもいいですもうなんかちょんちょんでいつも言ってます がっつりいっちゃうとホロの周り蛇腹の部分までえ黒が回っちゃうのでそれはちょっとやりすぎやなということでこのちょんちょん漬けでホロがえーと隣のシャールと密着する部分だけをツヤキシブラックで塗ります。 これでフォローはケ、OK、ーですね。次、このジャンパーホース。これはもう、えー、ホースの周りに、この筆を、いっぱい、この当てて、もう黒が浸透するのがわかると思います。このホースの周りにいっぱい、このに筆をね、当てて、 こんな感じでしょうかね。115系といえば、えー、この3連ジャンパーホースという感じの顔ができました。で、この、えー、ジャンパー1000です。1000なんですけども、これはあの連結するときは外さないといけません。えー付け これは連結しない前提で、今、肩の純正パーツで付いてるんですが、え、連結するときはこれを取り外して、え、この首振りの、こう横棒が出てくる状態にしないといけません。ただ、あの、え、リニューアルの、え、ジャンパー、え、じゃあ連結の、え、爪なしの方なので、 まあ見栄えは前以上には悪くあります。全然、ねえー、いいと思います。これで一応色差しは完成ですね。次、ヤマスカの方ですね。115の、えー、S16 編成ですね。こっちも、えー、ホロー枠塗っていきます。枠というか、ホローの密着する部分ですね。 こういう感じで、えー、簡単にいいと思いますじゃあこのジャンパーホース塗りますこれで色回らんていう場合はもう一回瓶の中に筆突っ込んで、えー、瓶の、えー 裾でねこ、えー、してあげたら全然色はまた出てきますんでもうここは艶消しはあの乾くごとにだんだんあの艶がなくなっていくので今この状態でツヤツヤであっても、えー、このほっといたら全然ツヤがなくなって えー、いい感じに、あの、ゴムみたいな、えー、質感の色に出てきますんで、このまま放置して、えー、過去まで置いときますはい。これで、一応、品野鉄道の115系、簡単になんですけど、一応完成とさせていただきます。で、本来、もっと時間あるんだったら、あの、連結器を、 あのカバーしてあの冬仕様にしようかなとかいろいろ考えてたんですけどもその辺の動画はまた後日にね、うんえー、出していきたいなと考えてますとりあえずはこれで走行できる状態にはしましたんでひとまずこれで完成といたしますちょっとあの開封レビューからね、えー、加工までかなり時間かかってしまったんですけどもやっぱかっこいいですね 115系は本当に、あの、ホロつけて、えー、ジャンパーホースつければ、こんな感じで、めちゃくちゃいいお顔になりますね。しかも、加藤の、この、リニューアル品なんで、このように、ベンチレーターがね、あの、別体化してるし。で、このように、えー、ワイパーもね、これ、一番好きなんですよ、加藤の。 えー、日本腕になってて、ちゃんとリアルなんですよね。これは見応えあると思います。またあの連結する方もしこっちですね。この、クハの115のこっちをね、もし S25 編成の2両とかね、あとはこっちの3両また付けるってなったら、またこの、 ジャンパー線を外して、えー、連結器だけにするという感じになります。まあ、二両編成はトミックスなんで、えー、どちらか合わせるという感じになりますが、この三両三両で運転するっていうのは本当にあの少ないので、えー、この、え、車両同士で連結することは、僕の中では、 多分ないと思います。ほぼないと思います。えー、相方となる場合は、ま、2両つけるかなぁと思います。はい、こんな感じで、もう普通なんで、えー、朝のね、えー、北品の線の5両か、え、戸倉から、えー、長野とかの間の運用になると思います。 で行き先も、えー、長野にしてますんで、で優先席もちゃんと貼ってます。という感じで、えー、取り付けもはほぼ、えー、あんまなかったので、インデータとかもなくて、えー、この辺の表現はもう印刷済みなんで、えー、これはこれでもうほぼ、えー、加工する点はありませんでした。こっちのヤマスカの方も見ときましょう。 え、こちらはあの、快速にしました。えー、朝のね、えー、北信濃線の快速とか、かなというイメージで、え、やりました。朝3両の快速があります。あ、北信濃線じゃないな。あの、長野から先ですね。えー、戸倉方面へ行く快速は、え、3両あります。とういう感じで、え、イメージして作りました。 えー、ジャンパー、ホースもね、今、えー、やりましたが、めちゃくちゃかっこいい。これいいな。やっぱりあの、連結したいですよね、後ろに。もう33もいいですけど、22が、いや、じゃあ2、32が一番いいですよね。えー、見、見る回数が多いのはその、えー、5両だと思います。えー、ヤマスカ色の快速ですね。 快速長野ということで、これは戸倉から、えー、長野駅という感じですね。はい。中間はもうほぼ、えー、取り付けパーツないので、このまま行きます。最後に、えと、ー、これがあの、妙高向きですね。の、えー、先頭車ですね。区派。で、 えー、取り付けたのはもうこのジャンパ線だけです。他はほぼいじってない感じです。これは前回に紹介した行き先ですね。快速7ですね。はい。という感じで、えー、品鉄道の115系、えー、特別企画品の6両、とりあえず整備が完了いたしました。えー、今後、 えーと、二両の、えー、比例棒の長野地区の車両も、えー、整備待ってますし、瀬戸内もあるし、ちょっと115系ラッシュ、また始まってしまったんで、えー、またの、何回とか近鉄の動画、若干減るかもしれませんが、まあ、総公開もありましたので、えー、その辺動画、えー、ちょくちょく、えー、公開していこうかなと考えてます。 というわけで、今回は、加藤の特別企画品の、信濃鉄道115系の湘南とスカ食の過去紹介でした。画面のフ上タップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また、高評価やツイッターのフォローもお願いいたします。